いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。お？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をお付けできますよ。いかがです。この店はキャバレーか。いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんねん。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様、お待たせしました。当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。およろしくな。それでは乾杯しましょうか。乾杯。すみません、私こんなんで。いや別にいいけど。でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？何やそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです。ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば
この蒼天堀のキャバクラが全て5スターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょう。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいます。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああそうだ、そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやーそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな店長。あ、お客さんすみません、お恥ずかしいところお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す。はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。
キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか？グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。マジマや、一丁頑張ろうぜ。マジマさんですね、何卒よろしくお願いします。ああ、ええ。何やって？ええ。ああ、
ああ、それじゃあ。はい。うん？ほう。はい。それじゃあ。趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ああ。趣味ですよね。何かあったかな？趣味。あっ。ん？はい。私、無趣味でした。おいおい。だって、私、本当に無趣味で。あっ、
趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。ふん。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。なるほどな。わあ、ラジバさんでも人を褒めることがあるんですね。ん？そうですか？私、マジマさんに褒められたことなんてほとんどないですけど。私が褒められるべき人間じゃないって言いたいんですか？マジマさん、本当一言多いですよね。私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや、でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ、いいんですね。ああ、謝るんですか？何言ってるんですか？私だって特技くらいありますよ。ですね、よくお年寄りに好かれたりしますよ。ほう。あ、確かに私おじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。はいはい。ありがとうございます。それじゃあ、若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なことたくさんありますけど、もう失礼ですね。そうですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。え？
それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。あ、確かにそうですね。真島さんとは私普通に話せますね。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。なんやと？すいません。お疲れ。
らっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。よろしく。
ありがとうございました。ようこそ、どうぞこちら。ありがとうございました。はい。おい、おい、うん、おい、おい、お、ええ。
のは。ねえ、どうです、帰る前に楽しいことしていかへん。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとだけでも一緒いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとだけでもいいし、急いでんねん。はよホテル行こうや。はあ？あんた何？それじゃあ、はい、うん、うん、はい、
そうやな。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね、私王子様みたいな人がいいです。え？優しくて、背が高くて、ハンサムで、髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁ、なんて。俺もや。真島さんに分かってもらえるとは、意外です。そうですよね、私は高い理想を追いかけたいです。でもそんな人全然いなくて、やっぱりハードル高すぎるのかな。そういや、23です。塞ぎ込まないでくださいよ。理想を言うだけだったらただですからね。私中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ほう。すいません。もしかしてやっぱり私、接客でみんなの足引っ張ってたりしますか？え？この際ですし、聞いておこうかなと。私が接客下手なせいでみんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。でしょうか。ああ。なんですか、急にそんな優しくなっちゃって。真島さん、熱でもあるんですか？ん？いや、いつもみたいに罵られると思ってたんで、少し驚いただけです。ありがとうございます。わからないですよ。明日にでも白馬の王子様が私のことを迎えに来るかもしれないじゃないですか。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏か、いざ自分が付き合うのを想像してみるとなんだか面倒くさそうですよね。え？白馬の王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。
田島さんがそんなこと言うだなんて。ん？いや、真島さんが急に素敵なこと言うからびっくりしたんですよ。どうしちゃったんですか？まったく。ちょっとドキッとしちゃいました。一生の不覚です。変？どこがですか？そうやな。何ですかそれ。おっさんだなんてひどいです。せめておばさんにしてくださいよ。おいおい、私そんなに恋愛に飢えてないだけですから。恋愛より大事なものがあるんですよ。付き合ったことくらいありますよ。佐藤くんに鈴木くん、それに田中くん。普通名前で呼びますしね。勉強になります。真島さんすごい。そうですね、粛々と頑張ります。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもどうも。Thank you.
ありがとうございました。それじゃあ、はい。ん？ほう。はい。それじゃあ、はい。そうですね。寒いですね。すいません。何か喋らなきゃとは思うんですけど、何を話したらいいかが分からなくて。そうやな。なるほど。何気ないことですか。ああ。ネタでは何が好きですか？マジマさんも縁側が好きなんですか？奇遇ですね。私も縁側が一番好きです。ほう。小さい頃よくおじいちゃんとお寿司食べてましたから。なるほどな。実家の裏の山とか、私の家のものだったらしいです。え？そんなことないですよ。今は自分の力だけで生きてますからね。カッパ巻きで精一杯です。続けるテクニックですね。勉強になります。じゃあ真島さんってこういう仕事されてますけど、奥さんに怒られないんですか？いや、男の人の一人暮らしって全然想像できませんね。真島さんは料理とかするんですか？え？外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね。肉じゃがとか差し入れましょうか。でも男の人は肉じゃがに弱いって本当だったんですね。
何やと？はい、恋愛ハウツーブックに書いてました。男の胃袋は肉じゃがでつかめって。ああ、私がハウツーブック読んでるなんて誰にも言わないでくださいよ。私がちゃんと話せてるのは相手が真島さんだからな気もしますけど。え？やっぱり見知った中の人と初めて会うお客さんとじゃ心構えが全然違いますよ。うん、そうですかね。経験って私この店で一番の古株なんですけど。うん、真島さん、それ全然フォローになってないですよ。ですね、あの、その真島さんは私のことどう思いますか？え？この店で働いてる私のことどう思ってるか知りたいんです。ああ、そうですかね。最近は新しい子も増えてきたし、私以上に頑張ってる人いっぱいいると思います。真島さん、ありがとうございます。なんか真島さんに真面目にそういうこと言われるとなんかむずがゆいですね。何やぞ。でも嬉しいです、本当に。私もっともっと頑張ります。お疲れ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。
ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェ・カミアです。ドルチェ・カミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは、
なあ、はい。
はあ、ああ、
いでこれですね。自分の子やな。それはあかんて。それじゃあ、はい。うん？ふん。真島さん、ご指名ありがとうございます。今日も寒いですね。真島さんが急に私に可愛いなんて言うから、おかしいやら嬉しいやらで そうですね、最初は話す相手が真島さんでも少し緊張してたんですが、おかげさまで慣れてきました。最近はお客さんとの会話もすごく続くようになったんですよ。なんだかお仕事楽しいです。ふん。
何気ないことですよ。最近何したとか、何食べたとか、あとは趣味の話とか。はい、そうです。最近は日記にその日会ったお客さんの特徴や何を喋ったかも書いていってるんです。ほう、私接客がまだうまくないから、そういうできることからコツコツやっていこうと思って。まあまだまだ全然ですけどね、もっと頑張らないと。そうや、はい、そうですね。フル株って言ってもまだ働き始めて半年ですけどね。私今年大学卒業したばかりですし。それは。実は私、内定取れなかったんです。え？就職活動失敗して、大学卒業後の就職先が見つからなかったんです。何やと？そうですよ。どうせ私なんて、どの企業からもお呼びがかからなかった寂しい女ですよ。筆記試験はそこそこいけるんですけど、私すぐ緊張するから面接が苦手で、みんなみたいに上手に嘘もつけないし。はぁ、本当にダメですね私。落ちまくりましたけど、結果的にここで働けてよかったな。はい、じゃなかったらこうやって社交的に人と話せなかっただろうし、真島さんやみんなにも出会えなかったし。そうやな。不器用でよかったです。なるほどな。はい、あの時公園で一人虚空を見つめる私に声をかけてくれなかったらと思うと、今でもゾッとします。ほう、あの頃はキラリと光るものを感じた10年に一人の逸材だって与田さん言ってましたけど。与田さん見る目なさすぎですよね。いや、それじゃあ、どうでしょう。ちょっと前まではやめたいやめたいって思ってましたけど、今はまだしばらくはこのお店で頑張っていきたいって思ってるんです。
もちろんいずれはまた就職活動して OL を目指してもみたいですけどね。でもこのお店は居心地もいいし、毎日本当に勉強になることが多いので、もっとここで成長してからでもいいかなって。ひょっとして。え？確かにそういうのよく漫画でありますね。どうしましょう。そう考えたら緊張してきました。なんですか社長さん。私ユキです。よろしくです。ありがとうございました。気を抜いたらなんだか急に眠くなってきちゃいました。なんや。はい、ちょっと昨日夜遅くに急にうちに来客があったので、それで。ほう。え、何ですか。何ですか。意味が分かりませんよ。ありがとうございます。まあ幸せですけど、とりあえず喜んでおきますね。いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。よろしくお願いします。美人さんだな。してました。いいね、いいね。
ありがとうございました。
わふわ。真夏の強い日差しに負けず劣らない熱い眼差しでハートが日焼けするこの日この夏エブリワンメモリーに私リメンバー Now
ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェ・カミアです。ドルチェ・カミアのおはがきドルチェ。ゴロゴロゴロチャンスだ。うん。